余儀なくされる人がたくさん出てきましたので、支援活動をやった、年越し派遣村の取り組みをやったんですけど、まあ、そういう現実をやっぱり知ったものとしてのやっぱり責任を感じる、まあ、それは人間としての責任だと思いますけど、まあ、それをなんとか果たさなきゃいけないという気持ちがずっと私をそういう活動を続けさせた大きな要因になっていると思います。貧困というとね、自己責任だとか努力が足りないだとか、はい、本人のせいじゃないかっていう人も未だにいるんですけれども、ね、今宮さんのお話にあったようにね、その選択の余地がなかったり、本当にそこにこう、はい、追いやられてしまっていて、はい、貧困から抜け出せなくなったり、まあ、そこからその多重債務に陥ったりっていう人は今いるわけですよね。で、ちょっと冒頭に確認しておきたいのがですね、こうご覧になってる方は皆さん多分宇都宮さんに関心のある方なので、すごいもう社会説法で言わなくても分かるとは思うんですけれども、ただやっぱりそのなぜその貧困対策をするということが、まあ、都政においてもね、その全ての都民に関わる大きな重大課題なのかって、つまり中には自分は貧困層とは関係ないと、身の回りにもいないし見たこともないし、自分関係ないから、なんで自分が貧困のね解決のためにそのまあそこまあまあ、巻き込まれなくちゃいけないのかというような考えを持つ人も中にはいるわけですね、はい、東京というのは格差も大きいですから、はい、全く貧困が身の回りにない風景の中で生きている人もいるんです、うん、ただなぜじゃあ東京都が、まあ、住みよい、誰にとってもいい場所になるためにはその貧困の解決が必要なのかってことを端的に伺ってもよろしいですか、はい、貧困っていうのは今の社会非常に見えにくい状況になっていると思います。ただ政府の発表でもそうですけど、一応厚生労働省の調査によっても、国民の6人に1人が貧困状態、子どもの7人に1人が貧困状態、それから一人親世帯、シングルマザーなどの一人親世帯は2世帯に1世帯が貧困状態だというふうになっています。で、これは相対的貧困率という考え方ですけど、まあ、社会的な日本の所得の高い人から低い人まで並べて、真ん中の、人の2分の1以下の人たちの割合なんですけど、まあ、数字的にも非常に日本は貧困率が高い国になってるということですね。それから私が貧困問題に取り組むのは、そういう最も困難な状態に置かれている人が人間らしく生活できる社会っていうのは、全ての都民にとっても人間らしく生活ができる社会なんだと。そういう信念があるからなんですね。よく障害者問題なんかで、障害者が社会に出てちゃんと生きやすい社会、まあ、実は今日国立で障害者運動をやってる人、あるいは障害者の当事者から、私自身初体験ですけど、電動車椅子に乗って街をこうに出ていく経験したんですね。そうするとどんな段差があっても大変危険性を感じるわけです。しかも車椅子では入れない場所がたくさんあるわけで、入り口がそもそも、車椅子を通さない。そういうようなことを経験しまして、そうすると当然段差をなくさなきゃいけないですね。駅ではエレベーターがあった方が障害者は生活しやすいですね。だけど、そういうことで国立では働きかけて、駅でもエレベーターができたりしてるんですけど、それは高齢者にとっても非常に住みやすい街になってきてるんですね。つまり障害者にとって住みやすいところっていうのは、障害のない人にとっても大変住みやすい、そういう社会になってると。だから障害者問題取り組むっていうことは、障害者のことだけではなくて、全ての人にとって住みやすい社会を作るための運動をやられてるんだなというふうに、まあ、車椅子初体験で感じました。貧困もそうだと思いますね。貧困がない社会こそ、すべての人にとって本当に住みやすい社会ができるんだと、そういうまあ、考え方、信念っていうんですか、そういうことで貧困問題に取り組んできてます。ありがとうございます。今日はですね、まあ、現場からの声をお二方に伺うんですが、吉崎正夫さん、一般社団法人 A プラス代表理事の吉崎さんと、それから6号真嗣さん、 NPO ワンダフルキッズの理事長でいらっしゃいます。吉崎さんは、まあ、DV 相談の実施ですとかね、その DV 被害の方々に対する支援を長くやっていらっしゃいます。またシングルマザーの支援もされている
ということですね。そして6号さんは毎日子ども食堂高島平を運営していらっしゃいますので、まあその、まあ、子ども食堂で、まあ、あの子どもたちだけでなくてね、その大人も含めて地域の方々に食事を、まあ、提供していらっしゃるということですので、それぞれお話を伺っていきたいと思います。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。で、まずそのこの、ね、コロナの危機が起きてからですね、そのまさか自分がその生活に困ると思わなかったっていう人がたくさんその生活に困ってるわけですね、東京でも。で、それはもともとギリギリで生活していた人にしてみたら、そのコロナが起きて、まあ、仕事の収入が減ったり仕事がなくなったりした途端にその貧困の状態に陥ってしまうという。で、中でもその非常にもともとが厳しい状態にあった一人親家庭とかね、女性の方とかっていう方が非常に東京でも困っていらっしゃるという、まあ、現状を踏まえてちょっとお話を伺っていきます。吉崎さんは今現場で特にそのコロナでステイホーム、家にいてくださいってなってから非常に DV の相談をいつも以上に多く受けていたということなんですが、どんな状況でしょうか。はい、まずやはり普段から DV の関係にあるような家庭で過ごしていても、まあ、夫は平日仕事に出かけていて、夜遅く帰ってきて、まあ、土日、まあ、うるさいけれど、まあ、少しおとなしくして、夫の言うことを聞いていれば、なんとかこうやり過ごせていた。まあ、子供にもちょっとお父さん怒らせないように言うことを聞いてね、おとなしくしてねって言っていれば、なんとか暮らせていたっていう、そういう毎日でも、やはりリモートワーク、在宅勤務や外出自粛の期間が続くようになって、夫がずっと家にいて、朝から晩までずっと、やれ飯を作れとか、お茶を入れろ、醤油を取れ、ペンはどこだ、テレビ番組はなんでこんなつまらないの見てんだ、俺はこれを見たいんだとかですね、そうやってもう24時間ずっと監視されたり管理されたり支配されたりすると、その生活の中で、夫も当然収入が減って不安からイライラして妻に当たる、子供に当たる。でも妻としては自分の努力ではどうにもならないことなんですよね。もうこの社会自体がこれからどうなっていくかわからない、収入も減っていて、そして生活これから自分はどうしていったらいいか、じゃあ私が働きに行こうってなっても仕事をすることさえ今のこの時期ではできない。もう自分自身もイライラが募って子供に八つ当たりしてしまうとかっていうことが非常に多かったように思います。で、当然そういう相談もすごく多かったんですけれども、特に相談が多かったのは特別定額給付金のことでした。いや、それはやはり別居中の方や離婚したシングルマザーの方は住民票を移動させなくても手続きをする術がありました。総務省もいろいろ努力をして毎日日々こう受け取れるような方法をたくさん考えてくれたんですけれど、一番困っていたのは同居中で経済的に締め付けを受けている女性たちだったんですね。家庭のその収入としては夫がちゃんと働いていい会社に働いていると一家の収入としては割といい暮らしができる、まあ、中間の所得というふうに、まあ、捉えたとしても、例えば、まあ、年収500万とか600万とかもらっていたとしても、毎月の生活費を、例えば3万円しか渡さないとか、ひどい人は1万円しか渡さないとか、あとは結婚以来1円もお金をもらっていないと。で、そういうお金を工面してきたり、それから生活費の、まあ、やりくりをするのは妻の役目だから生活費が足りないんだったらそれは女として主婦として失格だというふうに罵られたり、それから自分で働いて生活費を稼がないと家に住ませてもらって、まあ、住宅ローン払ってもらってる夫に申し訳ないとかですね、そういうことを考える女性たちが非常に多かったんですが、今回この定額給付金は世帯主に渡されるということで、私の存在って一体何なんだろうとか、それから、私はこんな10万円のお金さえも夫からもらえないのかというようなことで、非常にこう自分自身の存在価値を見失ってですね、もう本当にこう自分の尊厳って何なんだろうということをすごくこう問い直さなければならないと、そういう相談が非常に多かったです。まあ、その背景にはもちろんその、まあ、苛烈な女性蔑視、まあ、女性に対する家庭内ではね、まあ、ヘイトの暴力
が、まあ、その DV という形になって経済的 DV も含めて、まあ、現れているという事情があると思うんですけれども、あの吉崎さんが現場でまあ長く支援をされていてですね、そのまあ東京都がもしこういうことをしてくれたらあの助かる人が多いのに、あのなぜそうなってないんだろうとか、こういうものがあったらいいのにってお感じになるような具体的なあの支援ってありますか？まあ、それはもう本当にたくさんありまして、あの何からあの言ったらいいかっていうのはよくわからないんですけど、でも例えばこの選挙制度を一つとってもそうなんですね。例えばこの都知事選の投票権っていうのは世帯ごとに送られてきます。そうすると夫の采配で投票権渡されない人もいるわけです。じゃ あの私は投票したい人がいると言っても選挙に行けない可能性もあるわけです。そして住民票を移せない人は、投票権なんかないわけですね。そういう人たちがもっとちゃんと気軽に選挙に参加できる、自分の意見がちゃんと反映されるっていう制度を作らなければ、いつまでたっても弱者のための選挙っていうのは行われないっていうふうに考えています。それから DV の視点から見てみると、特にこの今 DV 防止法という法律は、あの DV に遭った人たち、まあ、結婚している人の3人に1人が DV 被害者だということをあの国の調査では、出ているわけですけれど、その3人に1人の DV 被害者の中で実際にその加害者と別れられた人って 12.6% しかいません。残りの 87.4% の人たちの支援、それからフォローやケア、それから支援制度ですね、制度自体が何もない。例えば逃げてシェルターに保護されて生活保護を受けるっていう、そのレールに乗れない人たちは何の支援もなくて荒波にポンと放り出されて、それこそ先ほどの自己責任とか、あとは別れられない人たちに対しては共依存というすごくこう厳しい言葉が待っているんですね。でもその本当にこう別れたいけれど別れられない、その人たちの支援を充実させることが私は一番の DV 被害者支援であり、それから子どもの貧困対策であり少子化対策になるというふうに考えています。宇都宮さんはまあこうした DV 被害者の実態ですとか、うんうん、まあ、今吉崎さんがおっしゃったような必要な支援については、まあ具体的にその、ご自身が都知事になられたらどんな施策で答えていきたいとお考えですか？これはですね、まずいろんな相談窓口は必要だと思いますけど、今その女性センターとかシェルターっていうのがあるんですけど、そのこれは国立で話を聞いたことなんです。国立に実家というのがあるのが吉崎さんご存知ですか？そういうあの女性の居場所作りをやってる方がいまして、それでそこに逃げてくる人はその行政が作ってる女性シェルターっていうのはもう大変入りづらいと、硬直的で規則ががんじがらめで、だからそこに入っても出ていくっていうんですね。ところが出て行ったところに行くところがないので、その、誰でもそういう人が来られるような居場所づくりをやってると、まあ、そこでは子ども食堂もやっておられたんですけど、その女性センターとかシェルターの在り方を根本的に見直す必要があるんじゃないかなと。今 の本当に DV の被害に遭って逃れてきた人にちゃんとふさわしい場所になってるかどうか、その実家の話を聞いて総点検が必要だなということと、実家のような取り組みをもっともっと支援する必要があるんじゃないかなと。居場所作りをですね、都が居場所を用意するというだけでなく、まあ、そのソーシャルセクターで居場所作りの活動をしている団体に対して支援をしている、はい、確かに東京はその、まあ、もちろんその DV 被害に遭っているその、まあ、既婚者の女性だけでなくてですね、まあ、10代の、ね、少女たちが本当に、うん、まあ、勝手に居場所がなくなって、はい、被害に遭って、で街に出て、まあ、性的な搾取に遭ってしまうという現実も、うん、ありますのでね、東京には非常にそういう大きな、まあ、いわば繁華街があって、うん、まあ、人たちがですねそこで搾取されているという現実もあるので、まあ、これは全国にそういうことありますけれども、特に東京ではそういうことにまあ、モデルケースとしてね取り組んでいけるといいのではないかなと思いますが、そうです、まあ、そういう取り組みは夢野さんっていう方でしたっけね、ですね、うん、はい、まあ、彼女の話を聞いたこともあるんですけどね、反貧困ネットワークで、来てもらってですね、ああいう取り組みについても行政的な支援とかそういうことをしっかりやる必要がありますよね。
まだ民間のレベルでさっきの実家にしても民間にお任せっていう感じのものが多いですよね。だから本当にそういうような問題についてどういう行政の支援が必要なのかっていうことをちゃんとよく、現場に行って話を聞くことから始めなきゃいけないんじゃないかと思いますよね。でそれを話を聞くのは担当部局がやるんじゃなくて知事自身がですねやっぱり現場に行くべきですね。上からもうただ知事だけを出してるんじゃ本当に今何が起こってるかわからないと思いますね。今回いろんな現場を訪ねて初めて分かったことが多いです。現場訪ねていらっしゃる様子は本当に毎日、動画で出ているので、それをぜひ皆さんにもご覧いただきたいんですが、もう一つの現場で言うと、その子ども食堂、高島平で毎日子ども食堂を運営していらっしゃる、六郷さんにお話を伺いたいんです。六郷さん、この子どもの貧困、先ほど、宇都宮さんから日本では7人に1人の子どもが貧困状態にある、相対的貧困状態にあるというお話もありましたが、実際その、この高島平で子ども食堂を、運営していらっしゃって、その困っている子どもたちの置かれている現状、それからこのコロナ の危機が起きてから、彼らの、状況がどう、変わったのかということをお話しいただけますでしょうか。はい、まず子どもの貧困、子どもの貧困というのは大人の貧困、親の貧困なわけでありまして、でやっぱり先ほど宇都宮さんがおっしゃったように、一人親の、半分近くの方が、貧困状態に置かれているということで、そのままそれが子どもに降りかかっているっていうことなんですね。でその子どもの中にはやっぱり、勉強したくても、塾に行きたくても、行けないですとか、勉強道具これ欲しくても、持てないとか、あと、おもちゃとかゲームですよね、友達みんなが持ってるのに持てないですとか、あと夏休みとか、長期休暇でも家族旅行にも行ったことがないっていう、そういうことが起こってまして、それは結構他のみんながこう、できているのに自分だけができないということで、クラスの中で、いじめにあったり、そういう現実があるんですね。でそうするとなかなかやっぱり自分しか、自分しかっていうか、自分だけがこうできないということで、やっぱり自己肯定感、自信がなくなってきてるんですよ。ということは何がつながるかというと、それやっぱり子どもの権利がもう奪われているっていうことだと思うんですね。子どもの貧困っていうのは、私、子どもの権利が奪われていること、剥奪されていることと思ってます。まずそれはやっぱり大人としては、これは避けていかなければいけない。子どものために、将来を担う、社会を担う子どものためには、それは絶対避けていかなければいけないと思ってます。あとで、そういう子どもたちが、コロナに入って、学校休暇になったんですが、一人親の中には、そういう貧困家庭の親の中にはやっぱり障害をお持ちの方がいらっしゃって、なかなか子どもの面倒を見るっていうことも困難な、お母さんがいるんですね。でこの学校休館の中でも、面倒見きれないから、もう全部子ども食堂行けと、そう言われて、もう朝から晩までいる子どもがいまして、で特に困ったのが緊急事態宣言が出て、さすがにそれまでは子ども食堂も普通に食事をができて、みんな遊んで、そういう居場所だったんですが、さすがに緊急事態宣言出ると、ちょっとやっぱり危険だということで、移してはいけないということで、お弁当とか食材配布になったんですね。でもそれでもその子は毎日朝から来てるんですね。それでもやっぱりうちにいられないっていう状態だったんですね。でお昼は、お弁当を渡して、で近くに公園があるんで、そこで食べたり、してたんですが、雨の日は、公園では食べられないんで、お弁当を持って、お家、それでもお弁当だけは取りに来て、でそのお弁当を持ってお家に、帰ったんですが、でももしかしてうちで食べてないかもしれない、そこまでちょっとその子の自宅まで追いかけることはできなかったんで、そういう実態が、このコロナ禍の中でありました。あとは、ちょっと高島平からちょっと離れた地域の、親さんなんですが、仕事がなくなったと、コロナで影響で仕事がなくなったと、3日間ぐらい、
うちに保存してたレトルト食品しか食べてないのでお弁当くださいっていう方が、いらっしゃって、で今も、本当にあの店長と乗ってきて週1回ぐらいお弁当を取りに来てますという実態ですね。先ほどあの子どもの権利が侵害されている状況なんだ、子どもの貧困っていうのはっておっしゃいましたけれどもね、本当にあの、はい、こう話を聞いてたら、いやゲーム機ぐらい我慢すればいいじゃないかとかね、他の子と一緒じゃなきゃなんて、うん、そんなの贅沢だなんて思う人もいるかもしれませんけども、その子どもがその自分の人生をね、その豊かに楽しく生きててよかったなと思って生きるためには当然その、まあ、機会がね、他の子と同じようにいろんなものをこう選択するチャンスが与えられていたり、あの他の子と同じようにあの自分があのやってみたいなと思ったことをやれるあの選択肢が与えられているってことが大事なのでね、それを他の子と同じようにあの手にすることができない子どもがいるっていうことは、あのその子にとってみたら人生の可能性が本当にこう最初から狭まっているってことなんですよね。だからちょっと子どもの、ね、貧困っていうのをあのあんまり身近に感じてない人には、まあ、そういう子どもたちがその大人になっていくときにはどんどんその差が大きくなってね、教育のチャンスが得られる人と得られない人の差がどんどん大きくなっていってしまうということが、その子ども段階から始まってるっていうのも分かってほしいなと思います。であの実際に六五さんがですね、現場でご覧になっていて、都がこういうことをやってくれたら困ってる子どもたちはもうちょっと助かるんじゃないかとか、今なぜこれがないんだろう、足りないぞと感じになってることって具体的にどんなことですか？はい、まず、まあ、このコロナ禍で学校休業になりましたが、まあ、そのコロナも子どもの発症率が少ないという時点で、学校が休校になったわけですね。でそれで、今になって、あの教育ができないとか勉強が遅れるとかって言ってるんではなくて、もっとですね、子どもの声ってもあると思うんですね。子どもがこうしたら学校が安全に暮らせるとか、そういうことがあると思うんですね。もっとあの、子どもの意見表明というのを、もっと、行政として都として、やってもらいたいなと思います。まず子どもの権利を守ってくださいということを訴えたいと思います。そういう仕組みを、ごめんなさい、食堂を運営していく上で、あこんなこ支援策があったら助かるなっていうのはどんなことがありますか？支援策ですか、うん、そうです、まあ、いろいろありますけどね、まず、私たちの中身をちょっとやっぱり、見てもらいたいなと思います。どういうことをやってるのかということを、まあ、実際に先ほどの大津さんがおっしゃったように、やっぱりトップとかトップに近い方がやっぱり、視察に来て、いただきたいなと思います。で、あのこういう子どももいるっていう実態があって、で多分、制度の網には引っかからない子だと思うんですね。でもやっぱり政治行政というのはその制度に網に、ないものを制度を作るってことが私政治と行政の、仕事だと思ってますので、まずはまず見に来て、実態を見て、あとはやっぱり、あの子どもの権利っていうのはやっぱり大事にしてもらいたいなと思います。あの例えば、子ども食堂で使う食材の調達ですとか、あるいはその場所の家賃ですとか、はい、その維持してこう回していく上でもコストがかかると思うんですけども、まあ、そういう面でお困りのことですとか、はい、あったらいいなっていう支援ってどんなものがありますか？あのそういう、まあ、支援も必要なんですが、あのどうしてもそういう支援になりますとやっぱり、まあ、制度になると思いますので、そうすると私たち今までこう、一人一人の子どもたちを見てもうあのいろいろ支援してきたんですね。そういうのがもしかしてそういうあのお金もらうことによって紐付けされて、そういうことがもしかしてできなくなるんじゃないかっていう恐れがあるんですね。ですからあのお金を、支援して代わりに口も出さないでもらいたいなというのが本音です、うん、私たちの自由に、あの一人一人の子どもたちに合わせた実情を持って支援 させていただくっていう、そういう、行政としての支援が欲しいですね。まあ、行政がお金を出すときに口を盛んに出すのは現場を見ていないがゆえに出してトンチンカンな口の出し方をしてしまうということも場合によって起きていることは考えられますよね。そうですね。宇都宮さんに伺いたいんですが、こうした、子ども食堂の現場で今六五さんがおっしゃったような、まあ、本当にこう居場所がなく、まあ、食べることもあのままならない子どもたちの存在を、まあ、宇都宮さんお聞きになって、こうもし都知事になられたら、まあ、どういう施策でその子たちにこう、まあ、希望を与えてあげるというか助けてあげるという考えですか？
まず子どもの貧困の問題に関して言えば、子どもっていうのは自分の親を選べないですね。自分が生まれる家庭を選べないですよね。それから地域を選べないですね。ところが生まれたところによって非常に教育の機会がなかったり、さまざまな機会がないっていうのは、これ子どもは生まれた時から自己責任を負ってるわけじゃないですからね。その日本っていうのは子どもを育てるのはもう家庭だというふうな考え方が非常に強い社会だと思いますよね。子どもを社会全体で育てていくっていう考え方とか思想が非常に弱いと思います。でその結果もう生まれたところでその教育の機会がなくなったり、それからちゃんと成長発達していく機会がなくなる子どもがたくさん出ているということなんじゃないかと思いますね。だからこの間の六甲さんたちの取り組みっていうのは、まあ、全国的に今2000箇所ぐらいできてるんですか、子ども食堂。4000箇所。4000箇所です。はい、だから非常に民間の善意の積み重ねで広がってるので、非常にそれは貴重な活動だなと思うんですけど、もっと行政的に今、お金は出すけど口は出さないようなことをもっとやるべきだし、それから食事に関しては私は今回小中学校の給食はですね全部無償化すべきだというふうに提言してるんですね。実は今の現状の制度は就学支援制度というのがありまして、生活保護水準の 1.2 倍あるいは 1.3 倍自治体ごとに決めてるんですけど、それまでの低所得層の子どもは例えば給食費が免除される、学用品も支給される、修学旅行費も援助するっていう制度はあることはあるんですね。だけどちょっとそれから上の収入の人はそういう援助がないという問題と、免除される子どもと給食費を払っている子どもの分断が持ち込まれて、それがまた差別とかいじめの対象になってるんですね。でそういうことを解消するためにも給食費は全て無償化すべきだと考えてます。日本の自治体ではまだそれをやってるのは 4.4%、47都道府県1741、市区町村があるんですけど 4.4%、 お隣の韓国はもう 70% 以上の自治体で完全給食を全ての児童にとって無償化が進んでます。そして無償化を一番喜んでいるのは、実はそれまで無償にしてもらった低所得層の子どもたちなんですね。やっと同じになれたと、いじめの対象じゃなくてみんなと同じになったということですね。そういう無償化にすれば中間層とか富裕層の子どもも助かるのは助かるんです。実は深い分断を作ってたその子どもたちの中のですね分断がなくなるという意味でも、そういうことはぜひ取り組むべきだなというふうに、思っております。それからそういう子どもを支援する、体制として、あと学校もそうですし、あと、児童館とか、それからあと虐待の問題は児童相談所とかありますけど、そういう子どもの権利を守っていく体制は日本は非常に弱いと思いますね。児童虐待なんかも年々増えてますので、そういう子どもの権利を守るような支援とか体制っていうのは必要なんじゃないかと思います。多分東京都はまだ子どもの権利条例っていうのは作ってなかったんじゃないかと思いますけど、そういう子どもの権利条例を作ってる自治体そのものが非常に少ないんですね。日本は子どもの権利条約は批准はしてますけど、そういうことを社会全体で取り組もうというふうにはなってないんですね。だからそういうところの問題、先ほど六号さんが子どもの声をもっと学校で反映すべきだということですけど、デンマークの学校はですね、小中高と学校運営理事会みたいなのがあって、必ず子ども代表が2人は入ってるんですね、うん、そして保護者と先生が入る。校長先生は権力者だから入れなくしてるんですね。だからそこで子どもの声も反映した学校運営が行われてる。だから子どもの声を反映しない学校の校則なんかはありえないんですね。
日本は一方的に学校の方が校則を作って、それを子どもにこう一方的に押し付けてると、まあ、ブラック校則なんかも問題になってますけど、それは民主主義じゃないですよね。子どもをちゃんと一つの人格を持った人間として、扱っていく、それが民主主義教育の基本だと思いますけど、そういう教育の姿勢そのものはないですね。でそういう子どもたちを育てるためには、今の学校は人数が多すぎると思います。基本的には20人ぐらいの学級にして、先生が子どもと、ちゃんと向き合ってですね、一人一人の個性を伸ばしていく、そして子どもが置かれている家庭環境も十分把握できるような制度にしないと、とても教育はきっちりできないんじゃないかと思います。でデンマークは、はい、まあいいです、はい、まあそういうことなんで、はい、金はどんどん出さなきゃいけないけど、口は出さない、その民間の取り組みを側面から支援していくということと、行政としてやっぱり子ども支援のためにやるべきこと、例えば今学校給食の無償化ですね、そういうことはもう率先してやるべきだろうと思います。今少しお話にありましたけど、まあ、その都知事に、なられたらですね、その教育においても、まあ、先ほどお話があったような、まあ、学校自治に子どもが参加するですとか、まあ、それから少人数学級だとかっていうことを独自のこう、まあ、打ち出し方として何か取り組みを進めていきたいということもお考えでいらっしゃるんですか？そうですね、いろんな政策をやる上ではですね、全然その現場のことを知らない人がやったら押し付けになっちゃいますよね。今日国立で行って車椅子に乗ったんですけど、東京都としてバリアフリーの街づくりを やろうと、まあ私もそういう政策を掲げてるんですけど、そういう政策を実行するために必ず当事者を入れてくれと。確かに車椅子に乗ったもんじゃないとですね、ここの段差が危ないとか車椅子で入れないところがあるっていうのはなかなか分かりにくいんですね。だから障害者が住みやすい街づくりをやるために、バリアフリーの街づくりをやるために、障害のない人の有識者ばっかり集まっていろいろけんけんがくがくやっても、私はそういう今の障害の者が住みやすいバリアフリーな街づくりはできないと思います。だから当事者を入れないとダメですね。吉田さんから、はい、いいですか、はい、まさに本当に当事者を入れてほしいんです。で特に今までそのいろんな大事なことを決めるところには女性が入っていなかった、そして女性の中でもやはりこう社会的な弱者が入ってなかったんですね。で例えばですね、学校のことを一つ取ってみても、例えば、私子供が5人いますけど、入学、例えば中学校に入学するときって子供に制服を買うとか運動靴を買う、体操着を買うっていうと、大体公立の中学校でも10万円かかります。でそれを就学援助の申請をしたとして、例えば入学後に申請があって最初にそのお金がもらえるのが秋なんですね。でそれも満額もらえるわけではありません。そうするとそのお金を立て替えなきゃならない、買えない家庭はじゃあ運動靴は新しいものを買えないとかですね、そういうことになってしまうんです。なのでその入学の就学の支度金っていうのは前倒しでもっと、例えばこうお金を1円も払わなくてももう制服屋さんに行けばもうサイズを測ってもらえるとかですね、そういうふうにしてもらいたいなと思いますし、それからDV の問題と子どもの不登校引きこもりの問題というのは非常に関連があるんですね。なので例えば学校の教育っていうのはとっても大事なことなんですけれども、今回このコロナの影響で学校がお休みになったりして、それをすごくこう喜んでいる子どもたちもいるんだっていうことを知ってもらいたいです。もう人間関係に疲れ果てちゃって、もう学校がない方がどれだけ安心か、そして、学校が始まった途端に中学生の子が自殺したっていう事件もありましたよね。なのでどのような、
なんていうか場面で教育を受けてもいいんだって、子どもがそれを選んでもそれは誰も非難しない、全部受け入れるっていう、そういう教育の体制ができてくると、いろんな子どもたちが、ああ自分もこう受け入れられてるんだなとか、安心で安全な環境の中で学びができるんだなっていうふうに思えるんじゃないかっていうふうに思います。そして、児童相談所なんですけど、私たち DV の問題を扱っていると、今今年の初めに野田の事件があってからやっとですね、 DV の問題と虐待の問題っていうのはセットなんだっていうことがやっと世間に知られるようになったんですけども、もう私たちはもう前からそれはこうずっとセットなんだっていうことを伝えて訴えてきました。だけど児童相談所はもう圧倒的に数も足りない、マンパワーも足りないので、私たちが支援しているような、被害に DV 被害や虐待被害に遭っていても、その人と加害者と別れられないような家庭の人たちっていうのはほっぽっとかれちゃうんですよ。後回しにされているんです。どうしても人手が足りないっていう。なのでやっぱりそういうところでは制度のこう網に漏れてしまうような人たちを救うためには、やっぱり民間の力を十分に活用してもらいたいなと思います。DV の被害者支援をしていて、シェルターに入らなくてもいいっていう支援をしている団体って本当に少ないんですよ。なのでそういう人たちの方が数としては多いので、その支援の団体がもっと増えることを私は願っています。それがもう本当に女性のためであり子どものためになるっていうことを信じてずっと活動しているので、ぜひそれは宇都宮さん都知事になったらお願いします。実行してください。どうでしょう、今ね吉崎さんのお話にあったように、まず1点としてはその多様な学びの場の確保ですね、学校に行くという形以外でも子どもたちに学習の機会がちゃんとこう、保障されるような制度づくりについて、どうお考えなのか、それからもう1点は、今、お話にあったようにですね、実際に吉崎さんや六郷さんのように現場で人助けをしているさまざまな NPO などの団体がありますよね、そことの連携をどうしていくのか、そこへの支援をどうしていくのかとか、2点伺ってもよろしいですか。そうですね、実は、私のところにもいろいろそういう不登校の関係の、相談とかですね、そういう人たちに対する支援っていうのは相談を受けたことがあるんですけど、やはり一番その子どもの、こう命を奪ういじめとかですね、そういう自殺の問題っていうのをなかなかそれ解決できてないですよね。それは今の、一つは学校というのは行かなきゃいけないんだというこういう縛りがあって、そこから他の方法があるっていうことが親御さんに、特に親御さんなんかにもそういう理解が必要だと思いますけど、その子どもの方もそういう違う学び方があってもいいっていうことがなかなか浸透していかないですよね。だからそういうことを今不登校の言ってるフリースクールですか、そういうところに対するちゃんと支援とかそういうことも、行政としてはですねちゃんとやる必要があるんじゃないかと思いますよね。それからいじめ問題は基本的に私は人権の問題だと思ってるんですけど、それがやっぱり解決できないっていうのは大変今の日本の教育の問題だと思います。何回も何回も同じことが繰り返されてますので、それは先生が本当に子どもたちと向き合うような教育ができてないようなところとか、それから先生自体がかなり疲弊しちゃってるんですね。だから先生が明るく生き生きとしてないところで生き生きとした子どもが育つはずがないので、特に私は学校の先生からなんとかその教育現場をしてくれという声をたくさん聞いてます。それは人数が多いという問題もあるし、上から非常に行政的な締め付けが多くて、子どもと向き合う時間よりも書類を使って上に報告する時間の方が取られちゃうっていうことでね、何のための教育をやってるのかわからないんですね。でその解消の一つとしてもやっぱり少人数学級で先生の数を大幅に増やしてですね、ちょうど今コロナで分散登校でソーシャルディスタンスと言ってますのでね、そういう人数を絞ってちゃんと先生と子どもたちが向き合うような教育環境を作るっていうことはすごく重要じゃないかなというふうに思ってます。で北欧とかそういうところをいろいろ私そういう教育も勉強してるんですけど、
相対的に日本のようなひどいいじめとかそういうことはないようですね。そういう少人数学級できちっと先生が向き合う、それからあと学校の運営についても生徒を参加させるというような民主主義的な教育を重視しているところほどいじめも少ないということを聞いてますので、もっとその教育のあり方を、その多様な教育のあり方を選択するのと、今の教育自体は情報とか知識を詰め込むということに力点が置かれているようですけど、もっと人間として民主主義社会における主人公を育てるような、そこに力点を置いた教育も必要じゃないかなと思ってます。だから教育のあり方全体が問われてるんじゃないですかね。はい、2点目 の、 その、まあ、NPO ですとか、まあ、様々な現場で支援をしている団体との連携の仕組み、あるいはその、はい、これはですね、はい、そういうなぜ団体がそういう活動をしているかというのは、行政が手が届かないところがあるんですね。私もまあ反貧困ネットワークの活動をやってるんですけど、これは別に行政と連携しているわけじゃないけど、行政で救われない人がいるからなんですね。だから本当は私たちの活動とか路上生活者の支援というのは行政がやるべきことなんですよ。それをやってないから、そういう民間のグループが支援活動をやってるので、だから六郷さんとか吉崎さんがやられていることも、本来は国の政治や自治体がやらなきゃいけないことを代わってやられてるなと。それはまだまだその行政とか国がそういうところまで手が届いてないということなんで、恥じなきゃいけないんですね。政治の、まあ、私はよく政治の貧困って言ってますけど、政治がやっぱりまだちゃんと充実してない、あるいは熟成してないんですね。だからそうであれば行政や国の代わりにやってる人たちについて本当に敬意を持って接しなきゃいけないし、その現場をやっぱりよく知るべきですよね。まあ、私がやってきたことはほとんど行政がやるべきことをやらないから、多重債務者の支援をやったり、それから派遣村、土地越し派遣村をやったりしてるんですけど、ああいうことは全部本来はやっぱり政治家、行政がやるべきことだと思ってます。だけど日本っていうのは非常に行政が非常に冷たい行政ですよね。だから全部もう自己責任で、押し付ける、もう自己責任で押し付けるなら本来国の政治や行政はなくてもいいわけですね。だけど それはその自分たちの役割を果たしてないっていうことを真剣に反省しなきゃいけないと思っております。まあ、そうであればあるほど民間レベルで善意でですね、いろんな支援活動をやってる人たちっていうのは財政的支援もしなきゃいけないし、そういう活動からは行政は大いに学ぶべきだと思いますね。今吉崎さんが言われたシェルターから逃げてきた人とか、先ほど国たちの実家の活動とかですね、そういう活動からもっとそれを支援するし、行政もこれまでの女性センターとかシェルターの在り方をですね、改革していかなきゃいけないですね。そうですね、だから今行政サイドがその現場で支援をしている方々から学ぶこと、それから現場の方々に対してその特に財政面を含めたですね、支援をすることっていうのは本当に大切だろうなと思いますよね。その行政がどれだけ頑張っても手の届かない、目の届かないところには、六郷さんやその吉崎さんのような方々が本当に手足をね、こうもう動かし、心を配って、それこそ身を削るようにして人助けをしていらっしゃるので、そこと行政がうまく連携とか支え合ってですね、人助けができるような仕組みをもし東京がね整えたら、やっぱり私も NPO の方々と接してと思うのは、皆さんそのご自身が本当に貧困に陥るような状態の中で人助けをされてるんですよね。で、人助けをする人が苦しい思いをしないと人助けができないって、これおかしいですよね。やっぱり人助けをする人が安心して人助けの仕事に邁進できるだけの生活ができるとか、支援が受けられる状況をやっぱり行政には整えてほしいって、私もこれまあ個人の意見ですけれども強く思います。それからやっぱり行政がそういう施策をやるときにね、これからはその現場でそういう支援活動をやってる人を参加する、あるいは責任の一部をこう担当してもらうような対応っていうのはすごく重要だと思いますね。都の職員にも非常に16万人ぐらいいて優秀な人も多いと思いますけど、日々やっぱり現場で起こっていることを掌握してるわけじゃないですからね。だからそういう都が DV の被害者対策とか、あるいは子どもの、対策をやる場合は、そういう現場で活動している人が、
行ってその、そういう政策を遂行する場に参加してもらうということも重要じゃないかと思います。まあお時間がだんだん迫ってきたんですけども、吉崎さん、六郷さん、それぞれにですね、ぜひ宇都宮さんに、これだけはっていう、メッセージをいただければと思います。吉崎さん、お願いいたします。はい、ちょっと私の、周りは今日騒がしいんですけれども、これは宇都宮さんが作った反貧困ネットワークの流れですね。何でも相談会っていうのを派遣村の直後から毎月実施している相談会なんですけど、コロナ のことでやはり相談が非常に多いので、今月は毎週やってます。そして相談すごく多いです。で女性の相談もとても多いです。でこういうところにやはり本来そのコロナで役所が自粛して相談窓口が やっていないので、こういうところに皆さん来るしかないんですね。なのでこういう時こそやはり自治体行政が活躍してもらいたいなと思います。宇都宮さん、また相談会待ってます。どうも。では続いて六号さん、お願いいたします。はい、先ほど、お話あった半分ネームレクトの、子ども団地なんですけど、実は児相とつながってまして、で、今回子ども食堂に来れないからってということで、児童相談所にですね、ちょっと気にかけてもらえるように、電話をしたんですね。そうしたら児童相談所はもう本当にことが起きなければ何も動かないっていう、そんな感じの受け答えでですね、で今23区に児童相談所を作ろうとしていて、で当然、23区の方々も初めてのことで、例えば多分東京都の方にいろいろと助けを求めていると思うんですが、実は東京都の方は何も援助してくれないっていう声を、よく聞くんですね。なので本当に宇都宮さん知事になったらですね、本当に児童相談所、本当に23区内新しくできるところに援助できるように、そういう連絡密に、取って、やっていただきたいなと思います。ありがとうございます。以上です。宇都宮さん、どうですか。吉崎さん、六郷さんから今ね、具体的にご希望もありましたけれども、どのようにお答えになりますか。現場で非常に活動されている方っていうのは本当に貴重な存在だと思います。それで一番子どもの置かれている状況、女性の置かれている状況は現場で活動している人が一番掌握しているんですね、都の職員よりも。だからそういう人たち のこの声をちゃんと常に聞くような都政でないとダメですよね。それからそういう声を反映するような都政を作らなきゃいけないというふうに思っております。児童相談所に関してはやっぱり相談員専門的な知識が必要ですから、そういう人たちを育成するっていうことも重要ですよね。できるだけ多く作るということと専門家を育てるっていうこともすごく重要じゃないかなというふうに思っています。それからやはりずっと反貧困ネットワークをやってきて感じてるのは、貧困っていうのは一般的に想像されるのは経済的に貧しいということがすぐ頭に浮かんで、ご飯食べる食事もないとか、そういうことが頭に浮かぶと思いますけど、今の社会の貧困というのはその貧困当事者が社会的に孤立しているってことなんですね。その孤立しているのをどうするかって、人によってはそういうのは経済的貧困に対して関係の貧困と言ったりするんですけど、それを克服するっていうのはすごく重要で、だから六郷さんたちのやってる子ども食堂っていうのは、その貧困家庭の子どもだけじゃなくて、そうじゃない人も集まってきてるわけでしょ。そういう中の居場所っていうことで、いろんな子どもが触れ合って関係が、お友達がたくさんできるっていうことは、実は貧困の克服、今の現代的貧困の克服ですごく重要なんですね。だからその辺のことをその関係の貧困を克服するような地域のコミュニティとかですね、そういうことを作っていくっていうのも重要かなと。六郷さんとか吉崎さんがやってるNPO だけじゃなくて、地域がやっぱりのつながりをずっと作っていって、地域全体、社会、地域がそういう活動を支えるっていう関係づくりも重要なのかなと思います。
東京って私田舎もんなので、田舎は非常に関係が密なんですね。とか東京に出てくるとマンションの隣の人も何やってるかわからないということで、まあ、その中で孤立死なんかも発生しているわけですけど、そういう新しいコミュニティをですね作っていく、その中でこういう六郎さんの活動なんかも吉崎さんの活動なんかも組み込まれるような社会っていうのを作っていかなきゃいけないんじゃないかなということを感じてます。まあ、それよく最近街頭演説の時も言ってるんですけど、まあ、これまではだからどちらかといえば自己責任が押し付けられる社会だったと。それに対抗する概念っていうのは社会的連帯とか支え合う社会だと思いますので、そういう社会を基礎的には地域からコミュニティをきちっと作っていくような活動っていうのがすごく重要になるのかなと。それを行政として応援をしていくようなですね、活動が重要だなということを貧困問題の取り組みを通じて感じてます。多くの人が孤立しているということですね。まあ、そういうことですね。だから今日お話ししただけでもいろいろ今まで考えていなかったことをいろいろ教えてもらいましたし、それから選挙権の問題は非常に重要なんですけど、実は選挙権を一番行使をしなきゃいけない人は今最も生活が困窮している路上生活者の人だと思いますけど、路上生活者の人は住民票がないから選挙を行使できないんですね。だから選挙に行こうと私は呼びかけてるんですけど、選挙権の行使ができない人がいるっていうことも忘れちゃいけないですよね。それからそういう人は真っ先に本当は一律の10万円の支給をしてもらわなきゃいけないんですけど、今のところ政府の対応としては住民票がある人じゃないと支給しなくできないところになってますから、路上生活者には渡ってないんですね。でこれをなんとか私は知事になったら直ちに解決したいですね。工夫はできると思ってるんですけどね。そういう一番困難な人に真っ先に届けなきゃいけないお金が住民票がないだけで届けられないっていうのはこれは とんでもないことだと思いますね。でそういう人こそ本当は投票に行ってもらいたいですね。あともう一個いいですか。はい、住民票が移せない、はい、DV 被害者の中で一番何が困るかっていうと命の安全が守れないっていうことです。昨日も三鷹市で住民票の支援措置をかけている女性の住所を市役所の職員が加害者に明かしてしまったという事件がありまして、これはもう年間でもう何十件も起きていて何度も報道されるんですけどなかなかなくなりません。どうしてなんでしょうか。やはり DV 被害のこの実態っていうのを軽く見てるからだと思うんですね。命の危険があって逃げざるを得ない住民票を移せないという人たちの安心安全をぜひ守ってもらいたいなって思います。ぜひよろしくお願いします。今の吉崎さんのお話も先ほどの宇都宮さんの、ね、路上生活をされている方のお話もそうですけれども、一番その当事者で苦しい思いをしている人が一番声を上げづらい、一番声の届きづらいところにいるっていう矛盾がありますのでね、やっぱりそこに手を差し伸べるような都政であってほしいと私も思います。まあ、ちょっと8時までなのでお時間にはもう実際は過ぎてしまっているんですけど、最後に宇都宮さん、これご覧になっている方、もちろん宇都宮さんに頑張ってほしいっていう方々、それからご自身もお困りの方もご覧になっていると思うんですね。特にこのコロナ危機の下でですね、非常に追い詰められている方もたくさんご覧になっていると思いますので、ぜひそういう方々へのメッセージをいただいて最後にしたいと思います。はいはい、お願いします。まずですね、困難を抱えている人は今六郎さんとか吉崎さんの話もありましたけど、だいぶ民間レベルでさまざまな支援をやっているところがあります。それはいろんなネットとかを調べればかなりそういう団体っていうのは出てくると思いますので、一人で悩まないでそういう相談するところをたくさんできてますので、ぜひまず相談をしていただきたいということですね。それからやはり今回の都知事選っていうのはそういう人たちのその状況を改善できるかどうか、私は知事の重要な役割はそういう 声を上げられない人の声をどれだけ聞けるのか、それからそういう人たちに対する共感力がどれだけあるかにかかってると思うんですね。そういう資質を持った一言
人こそ知事になるべきであってね、そういう声を聞きは聞こえる聞き、聞くことができないような人、あるいは共感力のない人っていうのは大変冷たい都政を作ってしまうんじゃないかと思います。それから私はずっと長年その社会的経済的な弱者とかマイノリティの支援をやってきてるんですけど、それはその人たちだけを支援してるわけではなくて、そういう人が本当に人間らしく生きやすい社会っていうのは全ての人にとって住みやすく生きやすい社会だと、そういう信念があるからなんですね。だから本当に全ての人が生きやすい社会にするためには、マイノリティとか社会的経済的弱者の人が苦しんでるのをですね、放置する社会は全ての人にとって、必ずしも生きやすい住みやすい社会じゃないと思います。だからその全体全ての人が生きやすい社会を作るためにも、私は行政の姿勢としては最も困難な状況に置かれている人に対する支援の手を差し伸べる、それが行政の在り方だと考えております。ありがとうございました。それとぜひ選挙に行ってください、投票に行ってください、皆さん方の一票でそうどういう都政が作れるかっていうできるのかってかかってますのでね、選挙の主人公は候補者ではなくて有権者である皆さん方だと思います。ぜひ投票に行きましょう。はい、7月5日が投票日ですけども、期日前投票ね、皆さんのお住まいの、そうですね、できますよね、はい、いますのでぜひ、で宇都宮さんもね、本当にもう終盤戦ですので、ご対応されることのないように、はい、されてください、はい、今日のゲストの方、最後に改めてご紹介いたします。一般社団法人 A プラス代表理事、DV の相談などをされていらっしゃいます吉崎雅夫さん、ありがとうございました。そして6号真嗣さん、 NPO ワンダフルキッズ理事長で毎日子ども食堂高島平の運営をしていらっしゃいます、6号様ありがとうございました。ありがとうございました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではご覧くださった皆さんもありがとうございました。みんなで選挙に行きましょう。ではここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。